前置きはこの本にしまして、この2011年の秋冬につきまして皆様にご説明したいというふうに思っております。先ほど我々が考えているお客さんの思いとして、音楽、映像、写真、SNS、 サクサク早いスマートフォンを選びたい、こんなところなのかなっていうふうに思っています。これに対しましては、ちょっと技術的な言葉で申し訳ないんですけれども、デュアルコアの CPU を搭載したスマートフォンを4機種この秋冬モデルとしてご提案したいというふうに思っております。こうすることによってですね、スマートフォンの上で抜群のパフォーマンスで快適な操作が可能になるんじゃないかというふうに思っています。皆様の中にはですね、もうすでにタッチエントライコーナーでですね、使っていただいた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、本当にですね、1年前の IS03 が出た頃のスマートフォンと比べて圧倒的な速さで、本当に気持ちよく動く、そんな感想をお持ちいただいたのかなというふうに思っております。端末を、中の CPU を速くしただけじゃ、やっぱりスマートフォンって自由に楽しめないよねというふうに思っています。 MM 総研の調査レポートでございますけれども、前の携帯時代というのはネットの利用時間が60分ぐらいであったというようなことが書いてあります。スマートフォン時代になるとこれが約3倍、本当にネットを自由に使いたい、もっともっと使いたいっていう思いがあったのかなというようなレポートでございます。きっと我々が皆さんに提供、もしくはご提案させていただいたスマートフォンであり、ごめんなさい、フューチャーフォンであり、ネットワークっていうのはまだまだユーザーさんにとってはストレスが残っている、そういうものであったのかなというふうに発生している次第でございます。サクサク早いネットワークを選びたい、こういった思いにですね、どのようにお応えするのかという我々の回答がマイマックスでございます。 3G に加えマイマックスも搭載するスマートフォンを6機種ラインナップで揃えました。マイマックスというのが一体何かということもご存知ない方もまだいらっしゃるかと思いますので、今どんな風になっているのかなというのをご紹介しますと、現時点でのマイマックスの対応エリアというのは大体こんなところでございます。全国の政令指定都市が約 95% のカバレージ、東名阪主要都市は 99% という形 で皆さんの思いからするとまだまだエリアが狭いっていうことがあるのかもしれませんけれども、知れずとこれくらいまで、エリアを広げてまいっております。こういった WiMAX を使って本当に端末だけじゃなくてネットワークもサクサク広げることによって、お客様にもっと気持ちいい体験エクスペリエンスを、感じていただけるんじゃないかなというふうに思っています。このスマホプラスワイマックス、月額利用料525円でございます。これを来年1月まで無料キャンペーン、この10月からやっていきたいというふうに思っております。もう一つUIMAX といえばですね、EVO でございますけれども、少し説明しますと、こんなような結果が出ております。我々 KDDI としては、UIMAX と 3G がセットになっているこういった EVO 端末っていうのはですね、まあ、
業界でいうラビット端末でございまして、他の端末を先出した端末でございますけれども、そのお客様の声が上がってきております。私こんな満足度が高い端末をこれまで見たことがございません。スピードの速さについて 82% のお客様が満足、非常に満足にの反応を示していただいております。もう一つの特徴、テザリングでございます。先ほどご紹介いたしました Wi-Fi 機器を、スマホを経由してネットにつなげるっていう機能でございますけれども、これに至っては 91% のお客様が満足、非常に満足という反応を示していただいております。我々はこの秋冬iMAX を載せることによって、さらには端末の CPU をデュアルコアを搭載した、デュアルコアの CPU を搭載したスマートフォンを合わせてプラスでご提供することによって、本当に気持ちいい、自由にいろんなことができる世界を感じてもらえるんじゃないかなと、このように思っている次第でございます。それでは具体的な秋冬のラインナップを紹介させていただきたいというふうに思います。まず最初に EVO の 3D でございます。春に発売した EVO の後継機種でございまして、右上にアイコンが出ておりますけれども、プラスワイマックスとデュアルコア CPU ということでございます。映像動画をスピーディーに楽しむ WiMAX デュアルコア CPU 搭載のスマートフォンというようなキャッチになっております。実は私こういう立場にいますので、必ず発売前に我々がこれから発売するそのスマートフォンを実際使ってみてですね、アダコーダーと開発の人間に言うんですけれども、僕はやっぱり一番気に入ったのはですね、この EVO に乗ってます、ね、HTC ウォッチでございまして、ハリウッドをはじめ本当に多数の映画が、早いワイマックスのネットワークを通してですね、すごくこのスマートフォンで見れるというようなところでございます。もう一つすごいのは SDAI を通してですね、テレビにもつなぐことができるということで、これは結構いけてるなっていうのが私の感想でございます。ぜひともタッチエントライで聞いていただければっていうふうに思います。続きまして2つ目、モトローラのポポンでございます。これもプラスワイマックスデュアルコア搭載でございます。イメージ的には先ほどの EVO と非常に似てるんですけれども、それぞれやっぱり特色っていうのがあるのかなっていうふうに思います。私が特に気に入りましたのはモトブラって言うんですけれども、なかなかうまく読めないんですけれども、ウィジットがついておりまして、本当にウィジットでですね、皆さんよくお使いになっている Facebook とか SNS のサービスがですね、本当に 3D でスコスコ動く。 SNS ってこんな楽しみ方があったのかなっていうふうに本当に思います。これは私だけかもしれませんけれども、これ最初のスタートアップの画面でございますけれども、半分から左にですね、これ Facebook からなんですけど、 Facebook のですねツイートが出てるんですけれども、こっちをクリックするとですね、ここが大きくなって、左左右にこう、やっていただければ本当に楽しむ、簡単に楽しめるということでございますし、右の方はフォトでございまして、後でも出てきますけれども、フォトコミュニケーションなんていう言葉が勝手に作ってるんですけれども、写真を通してですね、こういった SNS の世界、もう一つの楽しみ方があるんじゃないかなというふうに思っています。ぜひともタッチエントライブですね、見て
ていただければというふうに思っております。3つ目でございます。富士寿司さんから出ます ROG でございます。これもマイマックスデュアルコア CPU でございます。この端末もこれはいわゆるガラスマということでございまして、ほぼ日本の機能が全て搭載されております。それでいて防水対応ということで、しかも薄いということで、結構これも気に入っておりまして、ああこういうのもいいよねっていうのが本当に自分自身で感じるようになってきます。スペックを見たら本当に安全がいいっていうふうに思われるかと思うんですけども、事前でも皆さん社員ですけどこれがいいんじゃないのっていうような一番かななんていう声も聞こえておりますけれども、まあお客さんっていうのはいろんな思いいろんな感覚があるかと思うんで、いろいろこう反応が違うと思うんですけれども、これも本当に気持ちいい端末でございます。特に僕はちょっとどちらかというとオタクでございますけれども、気に入ってますのがですね、このスライドの一番下に書いてあります、電気の上から手書きで文字入力が可能なエレクツイートということでございまして、皆さんスマートフォンを使っていらっしゃると下の方に何か文字を入力するときにキーボードが出るかと思うんですけれども、そこを手で、なぞっていただくとですね、いわゆる手書き文字の入力は本当に正確に気持ちよくできるんで、あ、こういうのって本当にいいよねっていうのを感じさせる機能です。続きましてレゴでございます。京セラさんから出ております。これはデュアルコアじゃございませんけれども、マイマックスがついております。特徴はですね、スーパースリムということでございまして、防水対応 のスマートフォンでございます。非常にコンパクトに、それでいて非常にこう、なんですかね、握りやすいですかね、そんなような端末の印象を持っています。これも変わった機能っていうか、面白い機能がですね、ちょうど一番下のところでございまして、ロック画面からすぐ起動する、すぐ文字入力、手書き入力なども使いやすさを追求。本当に日本のメーカーさんらしく、本当に気の利いた機能であるというような印象を持っております。続きまして、次は少し、スマートフォンではございませんけれども、いわゆるモバイルルーターでございます。WiMAX と 3G を両方搭載した高速の Wi-Fi ルーターでございまして、バイマックスのエリアの不足分を 3G でカバーするということで、こういったものをですね、出して本当にお客様のマルチデバイスでの使い勝手っていうことをですね、しっかり答えていきたいというふうに思っております。どんどん続けてまいります。次はビジネスタブレットでございます。このデュアルコアでフラッシュバイマックスということで、いわゆるタブレットでございますけれども、何が違うんだということでございますけれども、高速のバイマックス対応がしているというところですね。もう一つ特徴なのはですね、対衝撃性防水防塵性能を備えているということで、ここまでやるのはなかなか有事しかないんじゃないかなっていうふうに思っております。タブレットといえばですね、どちらかというとメインユースは防塵さんにこれからなっていくんじゃないかっていうふうに想像している次第でございますけれども、なかなかこれまでのタブレットですとやっぱり画面液晶が大きいせいもあってですね、取り扱いがなかなか制限されるっていうようなことをお声があるかと思います。そういうことも対応してですね、こういうものを出していきたいというふうに思っております。
ましょう。スタイリッシュスマートフォンということで、まず最初にアコスの、スマートフォンをご紹介したいと思います。このスマートフォンを防水スリムスタイリッシュなスマートフォンということで、本当にうまくコンパクトにいろんな機能が入っていて、それでいてガラスマっていうようなことでございます。少し女性をターゲットにしているようなものかと思います。個人的には非常に嬉しいのはですね、このスマートフォンの一番下に出てます、今12時34分なんか出ておりますけれども、サブ液晶のところでございまして、ちょうど1年前 IS03 に移させていただきましたけれども、本当にスマートフォンの電気が、オフになっていても、スリープになっていてもですね、ちゃんと時間とかですね、いろんなものが出てくると。今回もっとここの部分もですね、パワーアップさせていただいて、本当にいろんなものが出てきますので、音楽のなんとかとかいうのも出てきますので、楽しみにやっていただければ、楽しみにしていただければというふうに思っております。続きまして、メディアスのブリリアントでございます。もうはっきり見て女性向けということでございまして、防水エレガントなスマートフォンということでございます。キラキラ光りますので、ぜひとも映像に撮っていただければっていう、これも非常に女性向けでいいのかななんて思います。